サッカーブルガリア代表は、ブルガリアサッカー連合により編成される、ブルガリアのサッカーのナショナルチームである。サッカーブルガリア代表、FIFA ワールドカップは1962年大会で、本大会に初出場以降、1974年大会まで4大会連続で、本大会出場を果たすが、いずれも0勝で一時リーグ敗退となった。 1986年大会で3大会ぶりの本大会出場を果たし、0勝2分いっぱいのグループ3位で16強入りした。1994年大会では予選最終戦でフランスと敵地で対戦し、後半アディショナルタイムに決勝ゴールを挙げ、相手のフランスがほぼ支中にしていた本大会、出場権を奪取した。本大会ではフリストストイチコフラの活躍もあって、 アルゼンチンとドイツにも勝利し4位となった。その後は1998年大会でも本大会出場を果たしたもののグループステージで敗退した。以降は2018年ロシア大会まで5大会連続で予選敗退となっている。通算18試合目の1994年大会のギリシャ戦でワールドカップ通算初勝利を挙げている。 勝利を逃した連続試合数17は史上最高記録でもある。UEFA 欧州選手権には1996年イングランド大会、2004年ポルトガル大会と2度出場しているが、いずれもグループリーグで敗退している。1968年イタリア大会は記録上は予選敗退だが、グループステージを勝ち抜いて唯一となるベスト8入りを果たし、 準々決勝でも優勝したイタリアに、ホームの第一戦で勝利するなど好結果を残した。ありがとうございます。